はい、ということで皆さんこんにちは、パクセレンでございます。本日やってきておりますのは東京都八王子市 JR 中央本線の高尾駅です。この昔ながらの木造駅舎が高尾駅の名物となっておりますが、東京から山梨県や長野県を経由して名古屋までを結んでいる中央本線は、この高尾を境に東と西で大きく運行系統が分断されています。ここから東京方面に関してはね、最長10両編成、今度グリーン車を組み込んで12両編成になりますオレンジ色の E233 系が走っておりますが、ここから先西側に関してはそのオレンジ色の E233 系は数を減らして、昔ながらの211系、青とそれから水色のラインを巻いた古い電車が運用されるようになります。そんな高尾から本日はですね、この動画のタイトルにもある通り JR 東日本で最も長い距離を走る普通列車、これをね全区間乗り通していきたいと思います。この中央線に限らずね、結構主要幹線というのは実は長距離走る普通列車というのが多く走りがちで、まあ、他にもね昔あの山陽本線で岡山発下関行きとかいう正気の里とは思えないような電車が走っていた時期もありましたが、この中央線高尾から西へ下る普通列車の行き先としては、まあ、大月とか甲府とか小淵沢、まあ長くてもあの有名なお城で知られる松本あたりなんじゃないかなと思いますけれども、ただ今回はですねそんな松本よりもさらに奥へ向かう1日1本限定の普通列車、これがですねこの JR 東日本管内で最も長い距離を走る普通列車だということで、実際に乗車をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。関東の駅100選にも認定されている高尾駅、こちらがですね中央線の八王子新宿東京方面の発車表、まあ、中央特快とかが頻繁に運転されているわけですが、一方反対方面相模湖大月甲府方面すごいね、次の出発は14時9分発6両編成4番線から長野行きということで、長野ってねあの東京とか上野だったらまあ新幹線がねありますんでよく見る行き先だと思うんですけれども、ただこのように在来線で普通長野駅というのがこの高尾から1日1本だけ運転されています。昔は東京発松本駅特急あずさ25号がそのまま松本で快速に種別変更して長野まで行くということで、東京駅から長野駅まで在来線で1本で行く運用なんかもあったんですが、ただ現在ではその運用もないので、東京都から長野駅まで在来線で1本で行けるのはこの14時9分発普通長野駅1本だけとなっています。終点長野到着は定刻だと18時51分ということで、で所時間はおよそ4時間40分、長すぎるよ。今回乗車していくこの長野駅、終点の長野までは4時間40分の長丁場となるわけですが、昔は実は JR 東日本管内最長距離を走る普通列車ではありませんでした。2年ぐらい前ですけどね、あの黒磯発熱海行きの上野東京ラインを新幹線で追いかけ回して何回先回りできるのかっていう動画を出したと思うんですけど、あのその黒磯発上野東京ライン東海道線直通の熱海行きがかつては JR 東日本管内最長距離を走る普通列車ということになっていました。しかしそれがですね2022年3月のダイヤ改正で新しく宇都宮地区に E131系が導入されたことにより、黒磯始発から宇都宮始発に短縮されたことでこの 441M が JR 東日本管内最長距離を走る普通列車に格上げされたわけです。ただこの 441M の転換も2年ほどで終わり、今度の3月のダイヤ改正をもってこの 441M は大月始発に短縮されることになっています。じゃあ高尾から大月までの間は減便されるのかというとそうではなくて、でこの日中の時間帯東京方面から直通してくる中央特快がこのまま高尾から大月まで延ばされるらしいんですね。東京方面から中央特快に乗って大月までやってきて、で大月でこの列車に乗り換えれば長野まで行けるというスタイルに変わるそうです。まあ、しかし始発駅が高尾から大月に変わることでこの列車は JR 東日本管内最長距離を走る普通列車ではなくなります。さすがに JR 東日本管内最長距離を走る普通列車なだけあって、この路線図内での走りもかなりダイナミックです。高尾を出発し、まずは小仏峠を抜けて神奈川県へ、相模湖、富士の上野原からは山梨県に入りまして、富士山方面への観光客の利用も多い大月、さらにそこから先西へ進みまして甲府盆地に入り甲府、そこからさらに今度は標高を一駅進むごとに 100m 上げまして小淵沢、小淵沢では日本一高いところを走る JR 線小見線が分岐します。そのお隣信濃境からは今度は長野県、岡谷では中央線のルートが二手に分かれ塩尻からは篠野線に入ります。松本、さらにその先日本三大車窓小バス停の景色を見て篠野井、そこからは新幹線開業でも JR から分離されることがなかった信越本線の篠野井から長野までの細切れ区間を通って長野へ向かいます。
高尾でこの列車を追い抜くはずだった特急開示号が2分ほど遅れていたので、この電車も14時11分、定刻より2分遅れて高尾を出発です。ここまではね、このオレンジ色の E233 系10両編成、まあ、将来的には12両になりますが、この電車が割歩していたものの、ここから先は、まあ、この電車も来なくはないですが、まあ、しかし本数がかなり減りまして、この先は国鉄型電車、この211系の独壇場となってくるようなところ、まあ、この高尾境に中央線は性格がガラッと大きく変わると考えてもいいでしょうね。本日も JR 東日本中央線をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は中央線下り方面各駅に停まります。この列車の長野駅です。長野駅の到着時刻は8時です。この時上野間には14時25分大津に14時44分天南15時24分山口市15時28分北野温泉中央道の渋滞の名所小仏を抜けてやってまいりました。こちらは神奈川県相模原市緑区です。まもなく到着しますのが最初の途中停車駅相模湖。よく中央線はね、東京都を抜けたらもう次はすぐ山梨県だというふうに勘違いされがちなんですが、実はその間にワンクッション神奈川県を挟みます。このあたり相模湖、それから富士のあたりは昔は相模湖町とか富士の町とか呼ばれていたんですが、今から20年ほど前、平成の大合併のタイミングで現在の相模原市緑区に編入されました。でこのあたりも一応人口70万人の政令指定都市相模原市なわけですが、なかなか信じられないですよね。相模大野駅や橋本駅といったあの大都会の雰囲気と全く違う光景が広がっていて、本当にここは同じ街なのかと本当に驚いてしまいます。そしてその先、上野原からは山梨県に入りまして、ここが有名な鳥沢猿橋間の鉄橋で、ここで渡る川がちょっと何がなのかよくわからないんですが、よく鉄道マニアはここで中央線の面白い特急列車の写真とか撮ってますよね。高尾を出発してから35分、というか35分で着いちゃうんですね。意外と早いんだな。山梨県の大月に到着です。特急あずさ号や開示号も停車をする非常に大きい駅になっているわけなんですが、ここからはあの有名な富士登山電車が分岐することになっております。新宿からやってくる特急富士海遊号もここで前寄りにつながっていたあずさ号や開示号から切り離され、3両編成で富士急行に直通。外国人観光客の利用もそんなわけでかなり多くなっています。そしてその先ですね、列車はいよいよ中央線でも有数の難関と言われる峠越えに挑んでいくことになります。こちらが笹子峠。この笹子はね、この山梨県の東側、まあ、大月とかその辺りと、この先この列車が通ることになる甲府盆地を分かつ非常に大きな峠となっていて、昔並行して走っている国道20号が甲州街道とか呼ばれていた頃から、ね、かなり大きな峠としてよく知られていました。またこの中央線が電化されたのは今から60年ほど前の1969年の話だったかなだと思うんですが、そのタイミングではですね、まだこの中央線は、まあ、昔あの蒸気機関車とかがね、普通に走っていた時代の影響もありまして、トンネルがかなり小さくなっています。そのためこの中央線を走る電車はパンタグラフが特殊な小さいものになっていないと走ることができず、でこの特殊なパンタグラフを装備した電車は中央線対策車と呼ばれていることがあります。まあ、この先にもね、いくつかその中央線対策をしないと通れないトンネルとかもあるんですが、その代表例がさっき通ってきた笹子トンネルになるのかな。あの一パー合計とか、それから E233系とかは大体みんな中央線対策をしていますが、たまに通れない電車がいたりするんですよね。そんな笹子峠を長い長いトンネル4000何百メートルとかありますよね。で貫きましてやってまいりました。こちらが貝山と、山梨県なのか神奈川県なのかよくわかりませんが、この貝山と駅は2面3線の構造になっており、後ろからやってくる特急列車の通過待ちをすることができるようになっています。でこの電車はその真ん中の2番線に入っているということで、後ろからやってきました特急あずさ号の通過待ちをこの駅ですることになります。中央線乗ってるとやっぱりね、こういう風に後ろからやってくる特急列車の通過待ちをせざるを得ないということは少なくなく、この電車もでも
貝大和での1回だけなのかな、通過待ちは。意外と実は少ないんですよね、この電車。タイミングによってはね、特急列車に3回抜かれたりとか4回抜かれたりもするんですが、ただ今回乗車しているこの 441M は、高尾から長野までのおよそ4時間40分のロングランの間、特急列車に抜かれるのはこの1回だけとなっています。さあ、やってきました。いいですね、やっぱり。ちょっとスピードは抑え気味になっているみたいなんですが、特急あずさ号の通過、松本行きですね。9両編成、かっこいい。そして、そんな特急列車の通過待ちをした後、また本線に戻って走り続けるわけですが、列車が間もなく到着しますのは、勝沼ぶどう郷駅。秋のぶどう狩りのシーズンになると、特急列車が臨時停車をすることもあるこちらの駅からは、非常に美しい甲府盆地の景色を見ることができます。この時間帯はちょうどね、真正面に太陽が来ているので、もう土逆光になっちゃって全然何もわからないんですが、これがね、朝の時間帯、朝の8時台、9時台にこの辺り通るとめちゃくちゃ綺麗に見えたりするんですよね。特に冬の時期なんかは。いや、いいなぁ。この斜面にへばりつくように、こう、木がね、並んで立っておりますが、この辺りは全部、基本的にはブドウ畑です。そしてその奥に見える圧倒的な人口を持つ甲府盆地。いや、かっこいいよなぁ。そんな甲府盆地には、勝沼ぶどう郷から円山までの一駅間で一気に駆け下りていきます。円山から先は甲府盆地の中ということで、甲府の通勤圏、円山始発の電車なんかも多く設定されています。そんな甲府盆地を走行中に見つけました富士山。まあ、この先ね、甲府から先では、もうちょっと大きく見える区間なんかもあるんですが、この辺りではこんな感じで、富士山の上の方がちょろっと顔を出す程度にしか見えません。まあでもこれでも十分綺麗です。まあそれにこの時間帯はどうせ逆光なんで、太陽の光の関係でね、富士山がいかに大きく見えたところで、まあ、そんなに美しくは見えないので、まあ、これに関してはまあ別にこんだけ見えてれば十分なのかなというふうにも思います。2019年のダイヤ改正で特急あずさ号が全部通過することになって大騒ぎになって、京都山駅、円山、山梨、伊沢温泉を過ぎ、まもなく甲府に到着します。この辺りでは線路が3本敷かれていますが、これは右側の2本、中央とそれから右側が JR 東日本中央本線の線路、そして一番左側の1本、こちらは JR 東海身延線です。富士から富士山の西側を抜けて身延や下辺温泉、梶笠口を通り、この甲府までを結んでいる路線。静岡からは2時間に1本、 JR 東海の特急富士川号がやってきます。静岡甲府間には他に高速バスも運行されているんですが、1日に2往復しかないので、どちらかというとやはりまだまだ富士川号の方がまあ有利な状況にあるのかなというふうに思います。まあ、あとは最近バスの運転手さん減ってますからね、足りないので、まあ、おそらくその関係でも今後この富士川号はしばらくは走り続けるんじゃないかなというふうに思います。富士からずっと富士川、山梨県内に入ったら笛吹川と名前が変わる、この川をずっと遡るように走ってくる身延線は、かつて江戸時代までかなり盛んに行われていた富士川水運の名残と言ってもいいのではないでしょうか。そんな水運からの流れを組む重要路線と合流し、甲府に到着。ここで乗務員さんも交代し、運行は一つの区切りを迎えます。さすがに山梨県の県庁所在地ですからね、この甲府で乗務員さんが交代するということは、まあこの電車に限らず意外とよくある話です。さあ、この甲府でお客さんが一気にバッと入れ替わりまして、体感ね、7、8割ぐらいはお客さん入れ替わりましたね。この甲府をまたいで利用するお客さんというのはそんなにいません。やっぱりこの辺りの中心都市は甲府なので、みんな甲府に向かって円山方面、それからこの先この電車が通ることになる韮崎方面からお客さんが集まってきます。だから例えばなんか韮崎から伊沢温泉とかね、あとは逆にそうだな、山梨市から小淵沢みたいな、そういう甲府をまたぐ利用ってそこまで多いわけじゃないんですよね。そんな甲府駅を出発しまして、線路はまたしばらくこのように3本になります。これは別になんか身延線の線路がまだ続いているとかそういうわけではなく、この甲府駅の西側にあるこの簡単な車両基地、ここに繋がるための線路、ちょうど特急開示号でさっき到着した E353 系の9両編成が停車をしているところですが、おそらくあそこで車内清掃をしてまた折り返し新宿方面に戻すの準備をしているところなんだろうと思います。またこの甲府盆地の中はさすがにカーブの多い中央本線といえど、しかしまっすぐ線路が敷かれており、普通電車もおよそ100キロ前後のスピードを出してぶっ飛ばしていくことができます。この辺りがおそらく一番スピードが出るところですね。特急列車に乗っていてもこの辺りでは平気で130キロを叩き出します。そんな山梨県で一番の人口密集地域、甲府盆地を抜けて現在列車は韮崎から小淵沢までの間を走行しています。この韮崎小淵沢間は実は結構すごくて、一駅進むごとに標高がおよそ100メートルずつ上がっていくというかなりの山岳区間になっています。走っていると全然そんな感じはしないんですけどね。ただ実際にはかなりの急勾配がこの先ずっと小淵沢のあたりまで続いていきます。そんな区間で
この進行方向右側に姿を現すのがみんな大好き、毎度うちのチャンネルでもこの辺りを通るたびにご紹介しています八ヶ岳連峰です。でこの八ヶ岳は別に八つの山頂があるから八ヶ岳というわけではなく、実際には北八ヶ岳と南八ヶ岳の2つの八ヶ岳に分かれており、山頂は全部で20前後あります。まあおそらくこういうところでもね、教養のある人とない人の差とか出てくるんじゃないかなと個人的には思っていて、まあ教養のない人がどういう風に考えるかというのはさておき、まあ、個人的には教養のある人だったら、ああまあ確かに八百万の神様とか八百屋とかそういう言葉もあるし、八という漢数字にはたくさんという意味が込められているから八ヶ岳と言いながらたくさん山頂があるのもまあ確かにおかしい話ではないよねみたいな、まあ、そういう風に考えるんじゃないかなという風に思います。列車は日の春駅に到着。昔蒸気機関車がこの辺りをカッポしていた時代に使っていた給水塔が現在でも残されているそんな駅です。そして列車はかなり標高を上げてきまして、もう今標高1000メートル近くまで上がってきてるんじゃないかな。山梨県内最後の途中停車駅小淵沢に到着です。この小淵沢発着の電車なんかも多く運転されておりますし、また昔2020年の秋まで運転されていたホリデー快速ビュー山梨っていう快速列車がありまして、それがこの小淵沢止まりで運転されていました。日本一高いところを走る JR 線 JR 小見線もここから分岐しており、八ヶ岳の山麓へ観光に向かうにはこの小見線が非常に便利になっています。小淵沢を出発すると次の停車駅信濃境からは文字通り長野県に入りますが、その山梨県と長野県の県境は実は本当に小淵沢駅からすぐのところにあって、もうちょっとこの辺ですね。だいたいねこの今なんか踏切の踏み板みたいなのがありますけど、この辺りで山梨県から長野県に入ります。もう小淵沢の駅から山梨県と長野県の県境までってもう1キロもないんですよね。もう本当にパッとあっという間に超えてしまいます。でさっき、東京都から神奈川県に入った時なんかはね、大きな長い小仏トンネルを通ってそれで入りましたので、ああよしこっから先は違う県だなというふうに実感できるんですけど、ただこの山梨県と長野県の県境の場合はこの細く長い谷のところでね、こうしれっと県が切り替わりますので、そこまでなんか新しい県に入ったなという実感は湧きません。そして列車は長野県内入れまして、最初の主要駅特急列車も全部止まります。茅野に到着です。こちら2つドアの電車は JR 東海の213系飯田線で活躍している電車ですが、運用の都合上この茅野まで入線してきます。この茅野から先は上諏訪とか下諏訪、岡谷、塩尻、松本と特急列車が頻繁に停車をする主要駅がずらりと並ぶ人口密集地域。山の県とよく長野県は言われますが、まあ、しかしその割には意外とこの辺りは平地も多いんですよね。茅野駅を出発し、次の停車駅は花火大会で有名な上諏訪なんですが、ここで線路に大きな変化が現れます。ここまで線路はこのように上下それぞれ1本ずつ最低でも敷かれてきましたが、ここでその上下の線路が1本にまとまりました。ここは不文字信号場といって、中央線はこの不文字信号場を境に東側と西側で単線と複線が切り替わります。この不文字信号場からこの先、上諏訪、下諏訪、岡山ではこのように線路は1本の単線、そして不文字信号場から東京方面は全部複線ないしは複々線ということになっており、こんな東京からね12両編成の特急列車が突っ込んでくる路線とは思えないような貧弱な線形になります。まあ、とは言っても乗り心地はすごくいいですけどね、線路が1本になっているだけで。さて列車は間もなく岡谷に着きます。この辺り茅野、諏訪、岡谷の辺りはあの有名な映画野麦峠に代表されるような製紙工場が多く立地しており、その作られた糸、絹糸ですね、シルク、それを中央線やそれから横浜線を経由して当時日本一の輸出港だった横浜港に持って行って、そこから世界中に輸出をするということをやっていました。だからこの辺りっていうのは昔からそういう精密な機械を多く取り扱っていたということで、現在でもこの辺りでは精密機械工業のその工場が多く立地しています。ちなみにこの岡谷から先、線路は二手に分かれます。でここまではずっと中央線はね、ただの一本道だったんですが、ここで中央線が二手に分かれることになります。ここから先、この電車は緑子経由の新線、1960年代後半に作られた新しい線路を通って、この先この正面にそびえている山をぶち抜いていくんですが、もう一つが、以前うちのチャンネルでも1回か2回かな、ご紹介したことがあります、辰野線です。昔は現在のように長いトンネルを作る技術がなかったので、その長いトンネルを作らなくてもいいように、ここから少し南に行った辰野という町を経由してぐるっと大きく回るルートがかつての中央本線のメインルートでした。で現在ではこの緑子経由の本線ができましたので自然に格下げされ辰野支線と呼ばれていますが、その辰野支線とそれからの緑子経由の本線がここで分岐します。この先庄尻の手前でこの2つの路線が合流することになりますが、ここで画面の左の方にその辰野支線が分岐、よく飯田線直通の電車も走っていますね。
上諏訪から豊橋まで7時間かけて走る電車もこの一番端っこの部分では中央本線を走行します。そしてこの大きな右カーブを抜けてここにありますのが塩嶺トンネル、ここで抜けていくのが塩峰峠、塩嶺峠と呼ばれる文字通り諏訪と松本を分かつ、そんな非常に大きい峠です。でこの峠を境に諏訪盆地と松本盆地が分かれることになっていて、またこの峠を境に諏訪と松本でそれぞれ全然天気が違うみたいなことも珍しくありません。例えばなんか諏訪は晴れてるけど松本は雪が降ってるとかね、晴れてると雪が降ってるとさすがにでもちょっと言い過ぎかもしれませんが、でも本当にそんな感じなんですよね。この諏訪と松本が塩嶺峠を境に全然天気が変わるということは少なくなく、この日もですね、さっきまで諏訪では全然雪の湯の字もなかったんですが、ただこの後この塩嶺峠を抜けた先にある松本盆地では、川端康成の小説雪国の冒頭のね、国境の長いトンネルを抜けると雪国であったみたいな光景を見ることができます。ということで中央本線を代表する長大トンネル、塩嶺トンネルを抜けてきたわけですが、はい、こちらでございます。雪景色、さっきもね言ったと思うんですけど、諏訪と松本ではもう全然天気が違うということは珍しくなく、で今回もねこんな感じでもうこの松本盆地に入った途端にかなり雪が降っているという様子を見ることができました。これをこの長野県では上雪というそうです。南部の方が雪が多く積もっていて、北部はねこの時あんまり雪なかったんですけど、こういう雪の降り方のことを上雪というそうですね。この緑子駅はここに中央本線が新しく通った時に作られた結構新しい駅、1970年代に入るか入らないかそれぐらいに作られたところだったんじゃないかなと思います。高速道路を走っているとね、岡谷で中央道から分岐した長野自動車道だったと思うんですけど、あの緑子パーキングエリアというのがありまして、よくね長野自動車道を走っている方だったらこの緑子の名前聞いたことがある方も多いんじゃないでしょうか。さて列車はまもなく塩尻に到着。ここでまた線路が3本になりますが、この一番左側の線路がこれが先ほど岡谷で分岐していた辰野支線になります。この先この線路がこうなんかね左の方とかごちゃごちゃっとしていますけれども、この辺りが塩尻大門と呼ばれるところで、昔の塩尻駅はちょうどこの画面の中央付近にありました。向こう側から合流してきますのが名古屋方面からの中央西線。この塩尻を境に東と西で中央線は管轄する会社が異なっており、東京から塩尻までの間は JR 東日本が、そして名古屋から塩尻までの間は JR 東海がそれぞれ管轄しています。つまりこの塩尻を境に運営する JR が変わるということで、もう本当に天下分け目みたいな、そういう感じの大きい駅になってるんですよね。ただこの塩尻駅は確かに名古屋方面からやってくる特急信濃号はね、 JR 東日本と東海の乗務員交代がありますんで全部止まるんですが、ただ特急あずさ号に関しては実は一部通過列車なんかもあります。この真ん中のホーム3番線4番線のホーム上には日本で唯一のぶどう園があることでも知られている塩尻駅、中央線を走行するのはここまでで、ここから先は篠ノ井線を走行していくことになります。よくね特急あずさ号が松本まで行ってますから、松本までが中央線だというふうに勘違いする人多いと思うんですけど、実際にはこの塩尻から松本を経由してこの先長野市内の篠ノ井までが篠ノ井線になっています。だから松本って確かに特急あずさ号にとってはね終着駅なんですが、路線の上ではこれ途中駅なんですよね。この辺り結構ね人口も多いということで駅もこまめに設置されています。ここが多分村井とか平岡とかその辺だったと思うんですが、この辺りの駅をね最近 JR 東日本緑の窓口減らしまくってる割には、なぜかねもうこの辺りの駅全部残ってるんですよね。窓口なんで減らさないのかなとか思うんですけどね、いちごユーザーとか潰す暇があったら絶対こっちの方を先に消した方がいいと思うんですけど、なぜかこの辺り特急列車が止まらない小さい駅でも当たり前に緑の窓口が残っているのが不思議なところ。そしてやってまいりました、こちらが長野県の松本でございます。さすがに松本はね需要が大きいところですよ。長野県内人口は2番目、そして都市規模も2番目、時刻ももう17時半前後ということで、学校終わりそれから仕事終わりの皆さんがここから電車に乗って帰っていくみたいですが、でそんな皆さんが普段帰宅に使っている電車がまさか東京の高尾から来ている電車だと思っている方はそう多くはないんじゃないでしょうか。ということで松本おばさんの声で毎度おなじみ、長野県は松本までやってまいりました。ちょうど隣にも普通列車の上諏訪駅がやってきたところですけれども、ここからまださらに行くわけですからね、高尾から松本までも十分な遠距離なわけですけれども、これでだいたい2時間半3時間ぐらいはもう立ってるのかなと思いますけれども、まだまだこの先も長いです。終点の長野まではあと1時間と20分ぐらい
それぐらいかかるわけですからね。もう長野県もやっぱでかいなと思います。ちなみにここから北側の区間、現状はスイカやパスモなどの交通系 IC カードを使うことはできませんが、2025年からかな、長野までの区間が今度スイカエリアに対応するということで、東京から長野までもスイカ1枚で引くことができるようになります。まあ、新幹線はね、あのタッチで GO 新幹線とか、それから新幹線1チケットありますけど、在来線だと東京から長野までスイカ1枚で行くことはできないので、まあ、これもだいぶ長野県にとっては大きい進化なのかなというふうに思います。松本駅では3分ほど停車をしまして、ここでもまた乗務員交代。高尾から長野までさすがにね、一人で乗務することはできませんので、途中甲府とそれからこの松本でそれぞれ乗務員さんが変わることになります。ここから先もまだまだ篠ノ井線を北上していくわけですが、ここまではね、基本的にはずっと梓港と同じ線路を走ってきたわけですが、ここから先梓港の運転はないので、この先は名古屋からやってきた特急信濃号と同じ線路を走るということになります。ただこの後およそ30分後に名古屋からやってきた特急信濃号が来ますが、ただこの電車は途中でその信濃号に道を譲るということはなく、長野まで先着します。篠ノ井線内ね、たまにその後ろからやってくる特急に抜かれるやつとかいるんですけど、この電車はずっとこのまま終点まで先着みたい。列車は松本を出発して次の停車駅は田沢なんですが、ここでこのように大糸線と並行するように走ります。今通過しているこの駅は北松本駅ですが、ただこの駅には篠ノ井線のホームがないので、篠ノ井線の列車は全部通過、大糸線の電車しか止まることはできません。このように大糸線とそれからこの篠ノ井線、篠ノ井線が伏線で大糸線が単線なので、線路が3本敷かれている、まあ、そういう区間になっているんですけれども、ただこういった並走区間ももう間もなく終わり、まあ、こういう伏線と単線が一緒に走ってる区間っていうとね、さっきの甲府手前の中央線と身延線の並走区間なんかもそうなんですが、でこの辺りでもこういう風に、まあ、たまに運がいいと大糸線の電車とすれ違ったりすることもあります。ただ大糸線も篠ノ井線も決して本数が多い路線ではないので、まあ、なかなかそういう機会もないとは思いますけどね。そんな大糸線と分かれた後、列車の進行方向、左手には大きな川が現れます。こちらが奈良井川。でこの先、この奥を流れてきた梓川と合流しまして、名前を西川に変え、さらに長野市に入りまして、川中島のあたりで、千曲川と合流し、最終的には日本海側、新潟に注ぐ、そういう川になります。ちょうどこの奥からやってきたこの川が、これが有名な梓川ですね。特急梓川の名前の由来にもなった川、有名な上高地のかっぱ橋というのがありますが、あれの下を流れているのもこの梓川だったはずです。さあここで合流しまして、ここから先は名前が西川に変わります。西川は日本を代表する暴れ川というふうに言われていて、過去実際に西川は何度も氾濫を起こしてきました。記憶に新しい長野の水害というと、2019年令和元年東日本台風19号の時にね、あの長野の新幹線の車庫が水没したことがありましたけれども、実は千曲川よりも西川の方がそういった氾濫の回数は多いんだそうです。列車は明石名を出発し、ここで一気に長いトンネルへと進入します。でこの辺りは昔1970年代にそれまでの旧線から新線に付け替えられたところ、当時から長野松本間の需要というのは大きく、この区間でもし将来的に需要が増大した時に列車を増発することができるようにということで、この辺りの線路基盤やトンネルなどは全て伏線の規格で作られているのが特徴です。まあ、こんな感じでね、長野方面に向かう列車の場合、進行右側に謎のスペースがずっとこういう風に続くんですが、これがその将来的に伏線になる予定だった場所。もし長野松本間で例えば1時間に4本とか5本とか普通列車を走らせなきゃいけないぐらいに需要が大きくなっていたら、まあ、いったところにもね、新しく線路が敷かれて伏線区間が今よりももっと長くなってたんじゃないかなと思いますが、しかし今はもう人口減少の時代ですからね、そういった需要もそこまでは伸びませんので、この辺りに関してもみんな基本的には単線で線路が敷かれています。そしてやってまいりました、こちらがですね、あの有名な日本三大車窓のうちの一つ、バス停から見る善光寺平の夜景。やっぱりこの夜の時間帯に見るのが綺麗ですね。まあ、こういう風にちょっと木々に邪魔されてはいますが、まあ、しかしそれでも非常に美しい夜景が見えます。この日本三大車窓が選定されたのはもうだいぶ昔、もう今から5、60年は昔の話のはずなので、まあ、こういった景色も昔よりは今の方がより美しく見えてるんじゃないでしょうか。昼間に訪れるのももちろんね、それはそれで素晴らしい景色を見ることができて楽しいんですが、ただ個人的にはこの夜の時間帯、夜景がこういう風に
に灯って街中が明るく輝いている、このぐらいの時間帯に来るのが一番おすすめですかね。この画面の中央付近、一筋の光がこうずらーっとね、こう連なっているように見えますが、おそらくこれが国道18号とかになるんじゃないかなと思います。高崎から碓氷峠を越えて軽井沢、上田、長野、最終的には新潟県の上越市までを結んでいる国道です。そんな長野善光寺平の景色を見ながら列車は小バス停駅に到着。この小バス停から見る善光寺平の夜景もとても綺麗なんですが、やはり鉄道マニア的にはそれよりもこっちの方が気になるわけですよね。この小バス停駅は全国的にも非常に有名なスイッチバックの構造の駅で、こういう山登りのところではね、途中に駅を設けてしまうとどうしてもそこがね急斜面になっていて列車を安全に止めることができないからということで、こう山の斜面を行ったり来たりジグザグに線路を登っていくスイッチバック構造というのが昔は全国様々なところでありました。しかし最近は鉄道車両の性能が向上したことにより、急な勾配の途中で止まっても安全に発進することができるようになりましたので、このようなスイッチバック構造の駅というのはほとんどなくなってしまいました。有名なところだと福島県と山形県にまたがる大本線の福島から米沢までの間、あの辺はね4駅連続でスイッチバックの構造が昔はあったんですが、現在では新幹線の開業などの影響でそういったスイッチバックの構造も廃止をされ、東京近郊だとね飯能とか藤沢とか柏なんかでスイッチバックの構造を楽しめますが、しかしあれらは都市型スイッチバックといって、市街地の関係とか、またそれから立地条件の問題でああいう風なスイッチバック構造にならざるを得ないという状況になり、それでスイッチバックを作っているので、このように山岳区間で緩やかな勾配を作るためにスイッチバックになっているというのは、全国的に見てもかなり少ないものになっております。オバステ以外だと九州にちょっとありましたけど、でもそれぐらいかな。あとは新潟県内の越後ときめき鉄道にね日本木という駅があるんですが、そこもこのようなスイッチバック構造の駅になっています。オバステ駅を出発してそこから引き上げ線に入り、ここでもう一度進行方向を切り替えてこのまま長野方面に出発をしていきます。オバステ駅に停車する列車の場合はこういう風に走りますね。ただオバステ駅に用のない特急列車とか貨物列車とか、そういったものに関してはこのスイッチバックの構造には目もくれず、一目散に長野方面もしくは松本方面に駆け抜けていきますので、このオバステ駅に停車する列車じゃないとオバステ駅のスイッチバックを実際に体験することはできません。昔と比べると、だいぶこの辺りの線形、それから車両の性能も良くなってますからね。別にスイッチバックなんか使わなくても普通に列車を発車すること自体はできるようになっています。スイッチバック駅のオバステの次は稲荷山なんですが、その途中にも実はもう一つスイッチバック構造になっている信号場があります。ここが桑の原信号場といいまして、ここでこの長野からやってきた名古屋駅特急信濃号の行き違い、だいたいこういうのってね途中の駅とかでやるもんなんですが、ただここの区間の場合はオバステ稲荷山間結構駅間が空いているということで、途中にスイッチバック方式の桑の原信号場を設置し、ここで上下列車の行き違いを行っています。昼間に乗るとこのスイッチバック構造がよくわかりますね。前にこのオバステや桑の原のスイッチバック構造については詳しくご紹介している動画がまた別でありますので、もしそっちの方を知りたいという方はぜひご覧ください。そして列車は間もなく篠ノ井駅に到着。ここまでで篠ノ井線は終点となります。ここで僕からやってきました旧信越本線、現在の信濃鉄道と合流し、ここから先は現在新幹線の開業によってズタボロにされてしまった3分割の信越本線のうちの一つ、篠ノ井長野間を走行していきます。昔はね信越本線は高崎から横川、軽井沢、上田、長野、それから直江津、柏崎、長岡を経由して新潟までを結ぶ日本を代表する主要幹線だったんですが、北陸新幹線の開業などにより様々な区間が第三セクターになったり廃線になったりして、今では高崎、横川、篠ノ井、長野、そして直江津、新潟、この3区間に信越本線は分かれてしまっております。この軽井沢から篠ノ井までの間の信越本線もね、今第三セクターの信濃鉄道になっていて、この区間、最近は新しい電車も入るようになってかなり今時代も刷新されてきたのかなというふうに思いますが、それでもね昔使っていた110号系とかいうボロい国鉄時代の電車が当たり前のように闊歩しているので、鉄道マニアからはこの信濃鉄道はかなり人気のある鉄道会社だと思います。ちなみにこの奥の方にね謎の高いコンクリートの塀がありますが、あちらが北陸新幹線、
ちょうどこの辺りではこういう風にほぼ地上と同じ高さのところを走っていくんですね。松本から乗ってきたお客さんもほとんどもうみんなおりまして、お客さんももうだいぶ松本を出発した頃よりかは入れ替わってきてるなというふうに感じます。ただ長野駅に向かって運転されている電車なので、まあ、そんなに帰宅ラッシュの大混雑っていう感じではないですね。向こう側には特急したので使っているサンパー3系が停車中、あれも今度いよいよ新型の38号系に置き換えられるということで、今のうちたくさん乗って記録しておきたいなというふうに思いますけれども、向こうには12両を連ねた長い新幹線が停車中やってまいりました。終着の長野。いや僕もね、何回もこの長野来てはいるんですけど、こういう風に高尾から普通列車1本で来たのはさすがに今回が初めて。まあ前にね、東京から松本まで特急あずさに乗って、それがそのまま快速列車に化けるっていうのがあって、でそれでこの長野までやってきたことはありましたが、でもそれでもね、やっぱりなかなか在来線でこの長野までやってくるという経験は、もう新幹線ができてしまった今だと、いくら鉄道マニアとはいえ、やっぱりね、新幹線とか、まあ、あとは安い高速バスとかで移動したくなっちゃうんですよね。まあ、これはもうしょうがないことだと思うんですけど、ただね、こういう風に4時間以上走行する普通列車で移動するのもたまにはいいかなという風に思いました。さあ、ということで、高尾を出発してから4時間と42分、列車終点の長野に到着でございます。いや僕もね、長野出身の人間なんですけど、これ乗ったの実は初めてなんですよね。もちろん全区間乗ったのも初めてですし、こういう風に長野まで普通列車でやってきたのももういつぶりだろうという感じなんですが、乗ってきたこの電車はこのまま回送列車として長野総合車両センターに入区することになります。ということでね、今回は JR 東日本管内最長距離を走る普通列車441M 高尾発長野駅についてのご紹介でした。今度のダイヤ改正でこの 441M は大月始発に短縮され、 JR 東日本管内最長距離を走る普通列車ではなくなりますが、まあ、ただね、まあ、それでも大月発ということで、それでも多分4時間ぐらいのロングラン普通列車になると思います。また高尾発長野駅 441M に変わりまして、今度は前橋発上野東京ラインの沼津駅普通列車、これが JR 東日本管内最長距離の普通列車ということで、2024年3月改正からは運行することになりますので、まあ、そちらに関しても今度ね、機会があれば乗ってみたいなと思います。ちょっと走る時間が夜遅すぎて映すものがないから、あんまり尺を稼げないかもしれませんが、まあそれは僕が何とかしたいと思います。ということで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。